はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、スイッチ版アストロニアね、今回もやっていきたいと思いますけどもね。はいはい、今回はね、まあ何して遊ぼうかなって話なんですけども、ちょっとその前にね、拠点がだいぶね様変わりしたので、うん、まだ途中なんですけどね。はい、で拠点のね、ちょっとこのご紹介を少しした後にね、なんかやっていきたいということでね、早速今回も行きましょう。はい、それじゃあね、まず拠点のね、ちょっと紹介からいきましょうか。こんな風になりました。前回までのところで多分ね、この資源のね、置き場がどうのっていう話までは多分ね、ちょっとご紹介したと思うんですけども、はい。今回ね、ちょっとこんな感じにしてみました。まずね、こちらでございます。プリンターコーナーですね。小型プリンターがね、こう2台。こことここですね。それから中型プリンター、大型プリンターと。それがね、すべてこの超大型プラットフォーム C というものに載っています。うん。まあ、なぜね、これに、このプラットフォーム、超大型プラットフォーム C に載ってるかっていうと、今ね、見てもらってわかる通りですね、ここにね、資源キャニスターが置いてあるじゃないですか。まあ、こうスペースがあるんですよね。うん。で、もう散々言ってるんですけど、この、同一プラットフォーム上に載ってるものっていうのはね、物のやり取りがね、されるっていうことで、うん。例えば、これ今ガラス、ちょっとここに置いてみますよ。ここね。このちょっと、わかりづらいかな。この後ろでここ置きますよ。はい。そうすると今ね、ここに入りましたよね。パカってね。今、ここちょうどね、これが、液体土砂中型キャニスターをね、作ろうっていうことでやってたんですけど、ここでガラスが必要ってことでね、今みたいにね、共有されます。なので、まあ、ここでね、プリンターのメニューで、例えばじゃあこれ作りますよってなって、うん。大型ストレージサイロ B ですね。そうすると、この場合、鋼鉄が必要だからっていうことで、鋼鉄をですね、ここへね、これ置いてありますよね。ちょっとやってみましょうか、一回ね。これ出力を有効にしますよ。はい。ここプリッと出て、こんな感じでね、勝手にはまってくれるんですよね。うん。で、まあ、例えばですよ、これをリピートボタンなんか押しておくと、まあ、これがね、ある限り、ずっとやってくれると、うん、いう感じですね。はい。そうそうそう。だから、この、超大型プラットフォーム C っていうのはね、まあ、巨大なプラットフォームなんですけども、こう、物がたくさん置けるんでね。うん。で、プリンターは、ここで全部こんな風にね、一括して管理してます。うんうんうん。はい、続いてこちら。こちらはね、化学実験装置ですよね。まあ、これもね、もう説明するまでもなく、この超大型プラットフォーム C に載せてる理由っていうのはね、もうこれ見てお分かりですよね。どういうことかね。はい。ここにはね、ガスが、ちょっとまだね、6種類全部揃ってないんですけど、ガスがね、こういうふうにね、種類ごとに、うん、入ってて、で、ここで作るものにね、必要なガスを出力してってことですね。うん。で、こっち側にはですね、素材ですね。例えば、ナノカーボン合金だったら、チタン合金が必要ってことで、チタン合金置くとか。うん。鋼鉄を作るんだったら、炭素と、何でしたっけ？鉄でしたっけ？あ、ちょ、待って。あ、ですね。鉄と炭素とアルゴンですよね。うん。だから、この場合、鋼鉄だったら、鉄、炭素を、ここへ置いてですね。そして、これを作る。ここで作ると。で、出来上がったものの回収は、まあ、例えばですけどね。今、ここ空いてるじゃないですか。そしたら、これをここに置いて、そうするとね、ここに全部ね、入ってくれるんで、ここで回収するということですね。はい。まあ、これ裏側にもね、こんな風に穴があるんで、まあ、例えばちょっと見にくいんであればね、ガスを裏側に置いて、で、回収するようなね、回収するためのキャニスターを前に置いても見やすいかもしれないですね。まあ、いろいろそれは工夫の、まあ、しどころがあると思うんで、あくまでもね、これは参考ということで、まあ、こっからね、もっとこんな風にしたらやりやすいよってアレンジはね、各自が、どんどん工夫をね、していけばいいんじゃないかなと思います。はい。うん。至って、こう、ベーシックなね、ものを紹介してます。で、こちらですね、こんなね、プラットフォームもあるんですね。これね、台形ってちょっとこうカーブしてるじゃないですか。そうするとね、こう、レイアウトをね、少しこうアクセントつけれますよね。こう、まっすぐ来てると思い、まあ、ここも若干ちょっとね、角度変えてるんですけど、こう起きてね、こんな感じで、こうぐるっとね、回り込むような。うん。で、今ね、ここには、液体の土砂中型キャニスターと、中型ガスキャニスターがね、大量にプリントアウトして保管してあります。
うん。で、まだね、開封してない状態だと、こんな風にね、収納できるんで、こんな収納の仕方もあるんじゃないかな、ということですね。それからこっちはね、溶鉱炉ですね。はい、溶鉱炉でございます。そして、その裏側がですね、ここはね、土砂遠心分離器ということですね。まあ、ここもね、実は、この土砂遠心分離器とね、溶鉱炉っていうのは、すごくね、相性がいいっていうかね、親和性が高くて、例えば、土砂遠心分離器で石英をね、取りますよと。で、取った石英を、こっちの溶鉱炉の方に流し込んでね、例えばじゃあ、自動アームとかで行きましょうか。うん。流し込んで、焼いて石英にするみたいなね。こう、近い方がね、やりやすいと思うので、まあ、その辺も工夫かなと。まあ、あとはですね、土砂遠心分離器っていうのは、まあ、土をね、運んでくるじゃないですか。こういうね。例えば、大型ローバーのね、こういうものを使って。なので、こう、大型ローバーがね、乗り入れしやすいように、ちょっとこう、空いたスペースに作るといいんじゃないかなと思います。あんまりこうね、奥の方入り込んじゃうと、向こうの方とかですね、やりにくいかなっていう感じですね。うんうんうん。まだね、これもね、試しに置いてるだけなんでね。はい。で、まあ、ゆくゆくはね、ちょっとなんていうかな、もうがっつりやりたいなっていう人なんかに、ちょっとま、ヒントなのかわかんないんですけど、これって、例えばね、よし、じゃあ石英やろうとか、うん、黒鉛やろうとかって、こう選んでやるじゃないですか、毎回。例えばじゃあ前回黒鉛やってたけども、今回はじゃあアンモニウムしようみたいな風になるじゃないですか。なんだけどね、究極のこと言っちゃうと、これ全部で1、2、3、4、5、6、7種類あるじゃないですか。で、究極のこと言ったら、これ土砂遠心分離器を7台用意して、うん。で、例えば、この遠心分離器はコンパウンド専用とかね。うん。で、隣のやつは樹脂専用みたいな風にしちゃうと、これ切り替えしなくていいじゃないですか。で、いちいちね、ここでカチカチこう操作しなくても、もう土砂持ってきたら、ここに持ってきたらこいつはもうコンパウンド専用のやつだみたいなね。そんな風にやるのも究極ね、ありじゃないかなと思います。うん。同じことはね、これにも言えますよね。そう。化学実験装置も、ここでね、こう毎回カチ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 こう選ぶとね、こう物がこう行ったり来たりするんですよ。結構これめんどくさいんですよね、これね。うん。だから、もうこの化学実験装置は、もうゴム専用だ、みたいなね。ふうに、これも、これでも種類多いもんな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12もあるからね。そう。まあ、究極これ12台用意して、全ライン作っちゃって、それに対応したね、ガスと、それに対応した、まあ、資源をですね、全部並べておくと、まあ、はっきり言っていちいちね、あれですよね。なんかこう、資源を補充したりなんやかんやっていうことはいらないっちゃいらないんですけど、まあ、それを作るまでが大変ですけどね。うん。まあ、でもやれないことはないと思います。はい。とはいえ、まあ、こういうね、なんていうかな、こう、パブリックスペースっていうか、その、一応なんかあるといけないからっていうことで、このプリンターもね、ここに、じゃあ、3種類用意したりとか、これも、まあ、なんかちょっとね、ちょろっと作りたいっていう時のためにっていうみたいな、まあ、台所というか、キッチンというかね、うん。そういう場所をここにしておいて、で、別の場所にさっき言ったようなね、遠心分離器の、なんか、大ラインみたいなね、うん、のを、場所を分けて作ってもいいかなと。まあ、若干ね、ちょっと自分もね、それをね、思ってて、うん。こっちの方でそれやろうかなーっていうのはね、ちょっと考えてます。ですね。遠心分離器ならちょっとやってもいいかなって感じですかね。そう。なので、ちょっとまあこの場所ね、多分これだけじゃ狭いと思うんで、もっともっとここ広げてね、やっていこうかなーって感じですね。さあ、お次はね、今ね、ちょっと通過したんですけども、はいはい、これ作りました。これですね。前ね、なんかで紹介したと思うんですけど、いわゆるね、自動バイト製造機、永久自動バイト製造機の、まあ、めちゃくちゃ簡単なパターンですね。うん。これたまたまね、拠点の敷地内に、これ今ね、ないんですけど、研究サンプルがね、実るこの木があったので、ここにね、ちょっと謎の宙に浮いてる状態なんですけど、うん、こういうのがね、ここにあったんで、これをね、刈り取らずに取ってあります。で、この自動アームでね、こっから出来上がったものをピロッと拾って、そのままね、こっちに流し込んでるという風ですね。はい。まあ、電力はね、拠点の電力を使ってるので、うん。
特に何も特別なのもいらないですよね。そうですよね。緊急分析台と、あの自動アームさえあればって感じです。うん。で、まあこれすごいビビたるもんなんで、あんまり効率とかを求めてないんでね。まあ、とにかく動いててくれればいいかなぐらいの感じですかね。うん、ほら、毎分33バイトってめちゃくちゃ小さいですけどね。うん。でも0よりはマシということで、まあこんなのね、もし、拠点の電力がね、使える範囲に、こんなのがあったらね、ぜひ、こんな風にやってみるといいんじゃないでしょうか。んですね。まあ、ゆくゆくはね、シルバーじゃなくて、もう究極、例えばアトロックスとかね、もっと遠い惑星の、特に洞窟とかにあるものとかですね。うん。まあ、なんかバイトが高いじゃないですか。なのでね、そんな風なところにも設置しに行くのはいいんじゃないかなと思います。で、あとはこれシャトルですね。シャトルは、もうこんな感じでね、これ、ここにね、この大型ストレージサイル B がね、積み込めて、こんな風にやるとね、めちゃくちゃこれ積めますよね。うん。で、これシャトル飛び出してるけど、これ大丈夫なのかいなと。うん、大丈夫です。これ蓋ちゃんと閉まるんでね。はい。こんな風にもできますね。それからこちらですね。じゃじゃーんと。はい。PC 版のね、動画シリーズからご覧いただいている方はね、もうこれを見た瞬間に、あ、あれがまたついに来たかと、いう風にね、思うかもしれませんけどもね、そうなんです。あれですね。ここはあれを作る予定になってます。はい。ちょっとまだ詳細を伏せますがね、まだ制作途中なので。なのでね、はい。これちょっと準備がめちゃくちゃ時間かかってるんで、もうここまでね、準備するのも、ちょっと何時間作業したかなって話なんですけど、これがね、また形ができたら、ご紹介したいと思います。あるものをね、大量生産する、まあ、ラインですね、をここにやってます。あとはね、電力関係は RTG がね、まあ一応19台かな、今。2、4、ロー、ハーですね。こんな感じになってきました。まあもうちょっと増やしたいんですけどね。うん。まあゆっくりやりましょうか。という感じですね。ちょっと上から見てみましょう。こんな感じになってます。はい。まあまだね、全然、整地したスペースをね、全然使ってないっちゃ使ってないんですけど。こんな風ですね。で、ここすぐ下にね、洞窟があって。まあ、このテザーもね、死んでるんでね、もうこれ回収してもいいんですけどね。はい。やっぱりね、ちょっとスイッチ版はね、この描写の読み込みが、どうしてもね、負荷が、あんまり高くならないようにってことで、荒いのでね、うん。こう近づかないとね、こう、ちゃんと出てこないっていうのもあるんですけどもね。はい。こんな感じになってます。まあ、一個ね、懸念点として、あんまりね、そのデータ容量がね、重たくなってくると、どうなるんかなっていうね。うん。その辺もね、心配なので、試しながらやってるって感じです。はい。こんなとこですね。それからですね、ちょっとね、全然ゲームの中身とは違う話なんですけども、ここね、これ、見ましたかね皆さんね、ストアにちょっと入ってみましょうか。うん。で、ストアってね、これ課金すると、アイテムがいろいろ買えるっていうのでね、どんどんこういうのも使ってる方多いと思うんですけど、なんとですよ、今ね、なんかね、ほら、これね、マーク3っていうのかな、記念アイテムってことでね、これ、ただのやつが来てるんで、うん、これもしまだチェックしてない方いたらね、これぜひゲットしてた方がいいと思いますよ。ちょっと今、やりましょうか。長押しで購入ってなってますね。ほら。ただただただ、無料無料。ほら、来た。これも。帽子と、ヘルメットと、スーツのね。うん。来ましたね。まあ、あとはもうあれかな。課金のやつかな。うん。このね、1000キュービッツというやつでね。うん。が1000円。だから、1キュービッツが、まあ、1円。ってことか、そのまんまね。だから、これ普通に、例えば今この下のね、月のなんとか、月の殻とかね、ディスコフィーバーとか、これ200円とか250円ってことかな。スーツはじゃあ1000円ってことか。大体。意外といい値段しますね。まあ面白いっちゃ面白いけどな。ですね。うん。でもまあ、なんか最初にも、一番最初の動画でも言ったと思うんですけど、ね、フレンドとかとやる場合、なんかこういうのでね、一発おしゃれで決めていくのもいいですよね。
パレットね、これタダでもらったやつだ。やった。すごい、いろんなのがある。色もね、本当におしゃれですね、これね。ちょっと今、画面が暗くて見づらいかもしんないけど。うん。こんな感じね。こっちの方が見やすいかな。まあ、課金アイテムってことでね。はいはいはい。ちょっとついついこれ買いすぎちゃう感じに。あ、ほんとだ。これね、ありますね。よし。こんな感じですよ。じゃあ、せっかくなんで、装備しましょうかね。これ買っただけじゃ装備できない、装備してないんでね。今ね、この、これですよね。これこれこれ。ここはね、最初からあるやつ。で、まあ、これ解放していくやつもあるんですけどね。うん。なんだったっけな。これか。これですかね。おお。そうか。アクションはないのか。これまあ微妙だな。まあまあ一応一回コーディネートするか。でパレットも、これか。パワードスーツ。おお。色が全然もうオレンジになっちゃいましたね。そして、帽子もありましたね。これか。はい。マーク3。アストロニア3周年記念だ。へえ。っていうアイテムってことなんだ。こんな感じになりました。はい。無料でもらったもののね、一式全部取り付けるとこんな感じですね。うん。あ、なんか蛍光の黄色がいいかも。うん。ほらほらほら。おしゃれだな。まあ、組み合わせでも、この確かにね、この蛍光の黄色のこのアクセントがすごい効いてますよね。うん。組み合わせたらどうかな。これが気に入ってんだよな、自分、個人的には。これね。うん。これでいくか。うん。これにしようかな。あ、いいかも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 。うん。これでいこうっと。おー、かっこいい。いいね、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 いいね。はい、というわけでございましてね、今回はね、まあ、あんまり中身がないといえば中身がないんですけどもね、簡単なね、ちょっと拠点紹介、リフォームしたね、拠点紹介をしました。あとね、この無料でもらえるね、スキンがあるんでね、3周年記念ということで。うん。3周年?なんかもっと経ってる気がしますけどね。あれかな?正規販売になってからってことかな?アーリーから含めるともっと前からですからね。うん。まあ、でもね、これ無料でもらえるんでね、ぜひ、まだの人は手に入れてみてください。はい。まあ、こんな感じでね、今回はここまでにしたいと思います。それじゃあね、また、次の動画でお会いしましょう。